フラーレッツの橋岡大樹です。僕が選ぶ J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージのマイトップ4は、ゴールキーパーはフラーレッツの西川選手です。本当に試合中に助けられることも多いですし、キックも上手いですし、セービングも上手いっていうのがもう本当にすごいなと思って、もう試合中に何度も本当にありがとうございますっていう部分が多いんで選びました。ディフェンスは川崎フロンターレジェジェウ選手です。もう高さもありますし、スピードもあって足元もあって、カバーリングがもう足が速いんで、すぐ、味方のカバーリングもすぐできるんで、全てが備わってるなと思います。ミッドフィルダーは鹿島アントラーズの三沢選手です。まあ、ボールを持って、スルーパスも出せますし、もう攻守にわたってやっぱりすごいなっていう印象があって、何でも器用にこなすなっていう印象があるんで選びました。フォワードは浦和レッズの興梠選手です。そうですね、練習の時からマッチアップすることもあるんですけど、本当につきづらいです。本当に、まあ、天才だなっていうのが、抜け出しとかも本当にうまいですし、得点能力が本当に高いなっていうところがすごいなと思ってます。ルヴァンカップでしっかり優勝できるように、まず鹿島にしっかり勝って頑張っていきたいと思います。